増えたな。西から5人、南から5人。しつこい奴らだな。一体何者だ。俺たちは刺客だ。多くの人を殺した。誰に狙われても不思議じゃない。そりゃそうだな。行くぞ。逃げ場はなくなったようだな。覚悟。我が殿加藤清正様の敵討たせてもらう。あいつらのことをよく分かっておらんようだな。アズミ、手を離せ。仲間は皆死んだ。残されたのは俺とお前だけ。絶対に正樹を切って使命を果たすんだ。こんなところで死ねるか。行くぞ。勘兵衛、遠路はるばる何をあって参った。
この官兵衛、主君清正様を刺客に討たれ申した。その刺客は正幸様を最後の標的として狙っております。もはや豊臣の旗頭となるは正幸様を置いて他にはございませぬ。正幸様のご存念、ぜひとも伺いたく参じた次第。わしの存念とな。はっ。わしの存念を知りたいじゃと。勘弁。清正が刺客に討たれる時に一体何をしておった。その痛み、清正の無念じゃ。してこのわしの痛みでもある。痛みに耐えよ勘弁。さすればわしの存念もおのずと分かる。この官兵衛、至って部長法ゆえ正幸様の口から申していただかねば計りかねまする。わしは徳川家康めにこの工藤山に幽閉蟄居されて10年。この正幸は一度として徳川との戦に敗れてはおらん。徳川と豊臣との戦い、まだ終わってはおらんぞ。しかし今や豊臣勢の敗色は明らか。勝つ見込みのない戦で家臣を死なせてはならぬとは父上の常々のお言葉。息子幸村でさえ我が力を疑っておるわ。父上はもののけに疲れてござる。こやつは上の甲賀衆頭空女、戦を好むもののけよ。若殿は我らを心よく思ってはくださらぬのでございます。私は無駄な戦を望まぬと言っているだけだ。そのために父上を焚きつけておるのか。控えよ雪村。見事じゃ空女殿。それが父上のお考えなら、拙者これより大坂へ赴いて豊臣家の意向を確かめてまいります。ごめん。大丈夫かながら。痛い。しっかりしろ。ここはいつもじいが連絡を受けていた場所だ。きっと誰か使いが来る。
ずみ、あずみ。ナチ。ナチ、こうか。えい、やあ。うまいぞアズミ。強くなったな。アズミ、言いたいことがあったんだ。お前のことが大好きだ。この先お前たちに与える使命は、全て過酷を極める。鋼の心を持って鬼と化す。これが資格の道である。ならば今組んだ者同士。安住、俺は使命を全うしたい。ナチ、アズミ、これが定めだ。どうした？腹が減ったろ。食い物を手に入れてくる。お前は不死身だな。安住。ん？ありがとう。食べるものを分けてくれ。あいよ、ありがとう。お待たせ。おい、誰も動いちゃならねえぞ。勘違いしないでくれよ。俺たちはよ、人助けが目的だからよな。世のため、人のためになることをするんだよ。そういうことだ。そのためによ、まず俺たちがよ、ほら、生きていかなきゃなんねえだろ。だから、ちょいと恵んでくれりゃよ、あの、みんな仲良くなるんだよ、な。心ばかりの支援がいる。有金残らず、置いていけ。出した出した出した、ほら、出した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 、ほら出れろ。みんな出して、ほら出せ。おい、野党に渡す金はない。なら、腰の大小でも置いていけ。二度と使うこともないだろ。通してくれ。いい度胸してるな、姉ちゃん。かわゆい。おめえ、ほんとかわゆいな。いい女だ。好き。金閣。あ、何やってんだ、一体。
おお、銀河君、ちょっと見てくれよ、この女よ。マジ。いや、こいついい女だ、いい一緒連れてこうぜな。俺たちは世の中のために働くって誓ったんだ。女なんか。仲間になんねえか。そうそうそう、仲間なれ仲間なれな。おい、おいおいおい、やめろ。風呂の中は犬の手や。うまくいったぜ。おめえは本物の侍みたいな。なんであんないい女を追っかけなかったんだ。あの女は強い。え？下手すりゃこっちが切られてた。本当か？ああ。伊賀の半蔵だ。南光坊天海様の使いで来た。あんたたちの噂をいっぱい聞いた。すごいんだってな。浅野長政に加藤清正、お前たちが両名を葬り去ったことで戦を避けることができたのだ。よくぞ使命を果たしてくれた。礼を言うぞ。まだ一人残っている、真田正幸は。お前たちでは真田は撃てん。なんだって。真田は怪しき忍びを手勢に引き入れた。上野甲賀衆、甲賀流五十三派のいずれにも属さん、暗殺専門の荒くれども。場合によっては兵を挙げ撃たねばならん。戦を避けるために俺たちがいるんじゃないのか。正幸は俺たちが撃つ。 G の命令だ。俺たちは使命を果たす。そうだ、死んだ仲間のためにもやり遂げる。生きて戻れぬぞ。 G は俺たち10人に仲間同士切り合えと命じた。仲間を切って鋼の心を持つ真の刺客になれと。 G の命令ならば仲間でさえも切ってきたんだ。生きて帰ることなど望んではいない。分かった。使命を果たせ。私も一緒に行く。工藤山のことならよく知ってるんだ。今正幸のいる工藤山に半蔵が忍びを放ち、その動きを探っている。Thank you.
川の裏を操る南光坊天海が動いておるらしい。鳩が鳴いておりまする、正行様。徳川の患者どもがこの老いぼれの命を狙ってきたか。するぞ。お好きな匂いでございましょう。若い頃ならこれが至福の時じゃ。今はこの老いた身にいくらの欲があるか、生きる力がまだ残っておるか。ただ確かめておる。我ら上の甲賀衆にかかれば大殿様の命を狙うものだと。小勢のやつはしゃいでやがる。行こう。あずみ？ああ。どうした？那智にそっくりなやつに会ったんだ。那智に？その辺の野党だよ。銀閣って名だ。ああ。おい、やるんかこれ。おい、こら。なん？私は。ああ、ちょっと、すいません。なんだこれだけど。ちょっと逃げんなよ。行くよ。よくぞこの六門線のもとに集まってくれた。お前らは金もない、身寄りもない、行くあてもない。でも心配するな。今日からお前らはこの真田家の家臣だ。この六門船がお前らの旗となる。お前たちは正行様のお命を狙う刺客どもを討ち、徳川と戦うのだ。そうすれば真田正行様よりお前らに給金が出る。ロッド真田の兵にならんと志す者はこっちだ。金閣、銀閣、腕の立ちそうなやつを選んでおけ。学ってどんなやつかな。頭、本気で真田の兵隊になるつもりかい。金もらったしよ。資格さえ切ればそれでいいんだろ。俺人切ったりするのあんまり好きじゃねえんだよ。いざとなりゃ銀閣が何とかしてくれるってな。ついこの間まで100人切りだってわめいてたのどこだ。誰だ。言ってねえよ。いやいや、やばくなったらな、逃げりゃいいんだ。逃げりゃ。よいしょ。ところでよ、こないだの女、俺よ、
こうやって星見ながら女のこと考えてよ、必ずまた会えんだよな兄貴、会いてんだあの女と。おめえだって会いてんだろうがよ俺が戦で荒れたのかな、嫌な雰囲気だ。ああおい銀閣ナチ、正幸様を狙う資格ってのはこいつらのことか。いかにも。どうすんだ銀閣よ。ちょっと待ってくれな。邪魔立てするな。どけ、かかれ。何をする。当てと言ってるだろうが。気が変わった。敵はこいつらだ。よいしょ、銀閣の言う通りするぞ。かかれ。
前は夜叉か。パパ、楽しかったか？うん？いくさね、親は亡くしたガキどもだ。俺が見つけて連れてきたんだ。な？お前、太ったな、お前な。やったー。どうした？おいで。泣かなくていいよ。よし銀閣、誰じゃそいつら。俺の仲間だ。こんな品のいい面した奴らがお前らの仲間にいるわけがない。ババア何昔上がる。こいつらは死角だ。人ぶっ殺してなんぼの奴らだ。本当か。そんな綺麗な顔して人殺しが仕事か。戦をなくすために戦を起こす奴らを切るんだ。戦はなくならん。人がいる限り戦をしでかす。一番バカを見るのは手先になって利用される奴らだ。俺たちのこと言ってんのかよ。ながらやめろ。聞いたろ、こいつは俺たちだけじゃねえ。死んだ仲間までバカ呼ばわりしたんだ。気に障ったんなら謝る。金持ってきたか。悪いことしたんじゃねえだろうな、こんなにたくさん持ってきて。千代、金に黒も白もねえ。いいやつが使えばみんないい金だ。ヨネさん、ほらこんなにたくさん。また悪いことしたな。ろくな死に方しないよ。ババアが元気だよ。で、女どもが食えて、でガキどもが早くでかくなれよ。俺たちは満足なんだな。いいよ。サブ、なんか同じことやるよ。キヨ、ほっとけ。そのうち泣き疲れて眠る。手伝おう。いらないよ。いいから早く寝て早く出てってくれ。俺たちなんか悪いことでもしたか。人殺しの資格なんて大嫌いなんだよ。
て一生懸命子供を育てても、いつかあんたみたいなやつに切られちまう。俺たちは戦をなくしたいんだ。こんな親のいない子が増えないように。人殺しが随分な言い草だね。じゃああんたが切ったやつの子供はどうなるんだ。それは、うん、小杖起きろ。明日見行こう。こいつらとは住む世界が違うんだ。敵は万願寺におるらしい。いよいよ出撃じゃ。正幸様が兵を挙げ天海を討てば、豊臣恩子の大名が立ち上がり、再び戦乱の世となる。さすれば戦じゃ、戦。雪村様が大坂へ行かれた今こそ我らが動く時じゃ。ああ、楽しみじゃな、土蜘蛛。新たな刺客が正幸様の命を狙っておるとか。その刺客はこの土蜘蛛が。任せたぞ土蜘蛛。伊賀の忍びの中にも我らが仲間がおる。さて、一人も生かさぬ皆殺しじゃ。我ら上野甲賀衆の力見せてやるのじゃ。こりゃいよいよ戦だな。行くぞ。あずみ。ねえ、私聞きたいことがあるんだけど。ねえ。ん？どうやって弓矢を避けるの？は？だって二人とも全然矢に当たらないよ。駆け出しの忍びに教えてやるよ。弓持ってここに立て。ひふみよいつむなな、いやここで八歩。俺の場合八歩だ。八歩以上の距離があれば矢は避けられる。安住なんて六歩でいいんだぜ。さあ俺を打ってみろ。ここから？ん、打つのながらを？お、早く打ってみろ。
矢は意外と遅い。ただし八本以内じゃ近すぎて避けられない。行こう、うん、あない。あれが工藤山だ。あそこに真田正幸がいる。いよいよだな。君のこと好きなんだ。あ？ずっと二人で旅して何もないの？何言ってんだよ。あずみは俺の妹みたいなもんだ。じゃあ何とも思ってないんだね。好きだよ。死んだ仲間もみんなあずみのこと好きだったんだ。だから俺が仲間に代わってあずみを守る。あずみはあの銀閣ってやつを好きなんだよ。あずみの本心は銀閣と二人でどこかへ消えちまいたいんだ。まさか。本当はあんただって分かってるんでしょ。確かにあいつ死んだナチにそっくりだ。そのナチのこと、安住は好きだったの？安住を銀閣のところに行かせてあげよ。もう俺たちには使命が。安住を守りたければこんな危ない使命で危険にさらさないことさ。正幸は私たちだけで撃つ。金閣。真田正幸は工藤山を出た。なんだと。本当だって。工藤山はもぬけの殻だぞ。悪いが、この目で確かめる。俺たちを信じろ。使命とやらがそんなに大事か。お前には関係ないだろ。命がけでそんなことをして誰が喜ぶというんだ。そうだよ。どうせ戦はなくならん。そうだ、そうだ、そうだ。そんなことより自分たちが楽しく生きることを考えろ。そうそう。千代みたいにあそこで子供たちと暮らしたいとは思わないか。なあ、あずみよ。俺だってそうしたい。だがダメなんだ。なんでだよ。おい、あずみ、待てよ。おい、みんなも止めろ、ほら。あずみ、止まれ、あずみ、止まれ、あずみ、止まれ、あずみ。ダメじゃないぞ。銀閣についていけ。何を言うんだ、ながら。地名がまるだ。俺はこれから梢と旅に出る。はっきり言おう、俺は使命なんて真っ平だ。今思えば随分と無理をしたが、これではっきりしたよ。命がけで報われんことのために仲間を失い、いつ襲われるかもわからん敵にびくついて、俺の心は晴れることはなかった。本気で言ってんのか。もちろん本気だよ。
お前もこれから銀閣と楽しくやっていけ。使命なんて忘れてな。ながら一体どうしたんだ。目を覚ませ。お前こそ目を覚ませよ。誰のためかわからん使命のために生きるなんてもう終わりだ。俺たちは行くぞ。さよならだ。頼む、そんなことを言うな。おい銀閣、しっかりと厚みのこと守りやがれ。それからな、二度と俺の前に現れんな。ながら待ってくれ。ながらの言う通りだ。見ろ俺たちを。何にもないが、毎日を自由に楽しく生きてるんだな。ああ、俺は違うんだ。お前たちとは見たものや触れたものが。だから俺に構うな。構いてえの！な！はい！な！はい！な！おい待てよ。あずみ、お前でも止めろよ。あずみ、止まれ。あずみ、あれでいいんだ。あいつは銀閣とうまくやっていく。あずみも幸せになれるってわけだ。銀閣は嘘は言っていない。工藤山に真田昌幸はおらんだろう。もし安住が工藤山に行ったとしても、もぬけの殻が。その隙に私たちで昌幸を撃つってわけだ。そうだ、小勢昌幸を追うぞ。道は任せる。本当にこっちなのか。間違いないよ。さっきから同じところをぐるぐる回ってるような気がするんだよ。もう少しで街道に出る。そうか、急ごう。あ、なんだこれ。八歩以内で撃てってあんたが教えてくれた。こせおめえ仲間じゃ。私は上野甲賀衆の一人。幼い頃から伊賀者と共に暮らす。信用させこんな日のために備えてきたのさ。天界とその資格を葬ること、それが私の初めての使命。使命だと真似すんじゃねえよ。死にたくねえ。
アズミ、アズミ、アズミヤマ、うつな。邪魔がいた。つまらな。今度会うときは必ず息の根を止める。ここに正行なんかいねえって言ったはずだぞ。兵隊大勢引き連れて出てったんだ。まさか天海様を。敵の狙いは紛れもなく我ら。正行が工藤山を出たというのか。知らせが参りました。もはや一刻の猶予もなりません。ここを出て行くというのは刺客どもを見捨てることになるな。しかし刺客どもに構っている余裕はありません。恐れながら天海様をお守りするのが我らの役目。見捨てろというのだな。天海様、安住たちは残念だがもう待つわけにはいかん。お前たちの言う通りにしよう。な、言った通りだろ。サラダの兵でいっぱいだ。あの山の向こう側に寺があるはずだ。完全に囲まれてる。ここから先は地獄だ。お前らはどこかへ行け。ああ、ズミ、俺たちのこと心配してくれてんのか。あ、気にすんな。こうならどこまでもついていくさ。よし、お前ら。人暴れするぞ。俺はやたら人が聞いたくなってきたぜ。ワクワクしてきたぞ。ほんと行くぜ。
油絵もんが最後に一花咲かせようと張り切ってやがる。昔の仲間にお前によく似た奴がいたんだ。近くの仲間か。ああ、ナチって名前だ。ナチ。世の中に似た奴なんていくらでもいる。それでどうなった？死んだ。俺が殺した。なんだと？行くぞ。一郎寺、整いました。東の陣整いました。南岸寺の道は塞いだ。もはや天界は袋のネズミ。敵に逃げ道はございませぬ。いたずらに兵を消耗するよりもここは我らにお任せいただきとうございます。打ち漏らすでないぞ。はっ。上の甲賀衆。
かげみんな死んじまったな。銀閣、今までよ、俺のこと立ててくれてありがとうな。何言ってんだよ。気持ちいいな。銀閣、おいおい兄貴兄貴クーニョ様。遅いぞ土蜘蛛。資格を打ち漏らしました。何？どういうことじゃ。この資格ただならぬ使い手、すでにロッパも亡き者に。ロッパが撃たれただと？なんと。ロッパ、信じられない。この上は何としても資格を蜘蛛巣に誘い込み、人空の術か。たっぷりとしびれ薬の効いた毒糸とも知らず、ひとたびその巣に触れれば最後、その体はしびれて自由が効きませぬ。だがそれはお前とて同じこと。クーニョ様が改造よ。
天海様、残った兵はこれだけ。無念でございます。あんたを守るためにみんな死んだ、分かってんのか。銀閣。かまわん、その通りじゃ。小杖、ながらは途中で真田の兵に会って私をかばって戦っているうちにはぐれたんだ。大丈夫だ、あいつは仲間の中でも一番すばしっこかったんだ。きっと どうした小杖。いや、何でもない。徳川領への近道を見つけた。私が道案内する。しばらくここで。大変だ、この先は敵兵だらけだ。何だと。ながらはどうした。私の使命、ながらはどうしたと聞いているんだ。私がやったさ。なんだと。あいつ、あんただけは殺すな、約束守るつもりはないけどね。嘘だ。この距離じゃあんたは撃てない。小杉、嘘だと言ってくれ。私の使命なのさ。死んだ。お前がながらを殺すなんて。
誰もついてくるな。正義は俺が撃つ。お前が安住、お前たちの草となって働き続けた小杖も死んだ。何だと。俺もたった一人の仲間を失った。貴様、奴だけにしても足らん。その言葉そのままお前に返しておく。
毒にしびれおったか。貴様、貴様は、ロッパも小杖も、それに土蜘蛛も、我ら上の甲賀衆をことごとく。も知らん、世間も知らん、生きとる意味もわからん女子が。聞いたか。おしまいだね、お前も。地獄へ落ちるとよい。大丈夫か？あずみ。しっかりしろ。アズミ、使命などくだらん。俺は使命を果たす。世の中に似たやつなんていくらでもいる。どうなった？マイチ、使命を。俺が誰か分かるな。ナイチ、ナイチ。大丈夫だ。毒にしびれただけだ。
生きていけ。何もかもお前のためじゃ。お前の喜ぶ顔が見たかったんじゃ。銀閣、銀閣、銀閣、おい銀閣、お前俺の代わりに俺の代わりに死んだというのか。
つがみんな死んでいく。これより一気に攻めて展開を打つのじゃ。出陣。よし。獲物が向こうからやってくるとはの。撃ち取れ！お前のような若い娘が刺客？何故わしの命を狙うのだ？戦をなくすためだ。たわけたこと。木村。死ね！兵を引き戻りましょう。豊臣はおるか。今真田に同盟する者は誰一人おりません。これはお前には関わりなきこと。一人九度山へ帰っておれ。父上、このやり方には先がありませぬ。わからぬのか。これはすべてわしのやったこと。
お前には関係ない。天海総長、真田殿。天海総長、これだけの兵を相手にここを切り抜けるおつもりかな。我ら敗北したのは明らか。だがここで我らが死ねば徳川は黙ってはおらん。生きて返すも結果は同じ。ここは互いに腹と腹の決着をつけねばならん。わしの大事なものを奪いおった。憎きはこの娘。その若き刺客を残してゆかれ。さすればこの真田昌幸、お望み通り九度山に蟄居の身となり、二度と徳川に逆らうことはない。おかしいだろそれ。安住置いていくのかよなあ。おかしい。これは資格。どこで死のうと覚悟はできている。俺の仲間も皆そうして命を落とした。ただただ平和な世の中を作るためと信じて、俺たちは利用されただけかもしらん。だがそれは今日で終わる。この真田昌幸を切れば望むところだ。せめてお前に人たち。よい、誰も手出しするな。父上。手出しするな。これでよいのだ。これは全てわしのやったこと。クールニョの仇。
目殿、お引きなされ。こやつは豊臣の旗頭になるべきお方を次々に葬った刺客。我が父真田昌幸の最後の言葉だ。せめてその名誉を守らねばならぬ。一切手出しをよ。我が殿、清正様の仇じゃ。官兵衛殿の無念お察し申す。しかし命を捨てても守らねばならぬは武士の約束。戦はなくなるのか。使命は終わった。今やお前と共に歩く道はない。どこへ行こうというのだ。どこへ。